昨年の12月に政権交代をしたオーストラリアのラッド政権、そのラッド政権で貿易問題を担当するクリーン大臣が今日私のオフィスを訪ねてくださいました。Hi, Hello, Chris. Nice to meet you. Welcome to my office. Thank you. And I began watching. Nice to meet you. オーストラリアと日本はハワード政権時代から大変親密な関係を構築しております。サモアでの自衛隊の警備、あるいは貿易量を見ましても、鉄鉱石やあるいは農作物、また日本からは精密機器といったような良好な二国間が推移してきました。そんな中、11年半ぶりの政権交代で労働党政権となった中で、大臣が私を訪ねてきたわけであります。私は個人的に太平洋諸国、あるいはアジアの国々、こういう二国間関係というものを大切にすべきと外交にこれまで努めてまいりました。今日は旧知の外務次官、日本の大使もされておりまして、7年ぶりにお会いをいたしましたけれども、おいでいただいて二国関係、あるいはドーハラウンド、また洞爺湖サミットについてなどいろいろお話をさせていただきましたが、印象に残りましたのは、貿易大臣の側から捕鯨の問題について言及された点であります。労働党政権になって、この調査捕鯨、日本とノルウェーが行っている調査捕鯨に対して、オーストラリア国内では活動家を中心に阻止しようとする動きが出ております。まあ、そんな中でこういう問題が二国間関係に悪影響を与えないように、私の個人的な見解として、この調査捕鯨に対する、またこの捕鯨というものに関する日本の歴史的な経過、こういうことを率直に話させていただきました。